じゃあ、購入しますよって言って、買ってくれる、いわゆるお客さん顧客になっていく。そして一回買ってくれたお客さんっていうのも一回もう、そこにちょっと面倒くさい登録だったり、決済方法だったりともやってくれてるんで、まあ、次からも、まあ、どうせ買うんだったら山下のところのサイトから買おうよっていうことでどん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 リピートしてくれて、このリピートしてくれるがどん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 増えていくことによって実は経営が安定していくんですよね。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。このチャンネルはですね、私の農業体験をもとに新しい農業、そして稼げる農業を実践できるように中堅若手、そして新規農業者様向けにですね、毎日配信させていただいております。ということで今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を耕していきたいと思っております。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。今回はですね、アグリジャーナルの記事を解説しますということです。今回ですね、実はありがたいことにこちらアグリジャーナルさん、こちらにですね、記事を掲載させていただきました。もうご覧になられている方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、このアグリジャーナルさんはですね、まあ、全国まあ5万部ぐらいですね、まあ、各農業関係者のところにですね、配布されているやつなんですけど、まあ、結構ね、非常にタイムリーな記事だったり、垢抜けたおしゃれな記事たくさん載せている雑誌で、まあ、私も好きな雑誌なんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、ボリューム19ということで、まあ、4月に発行されているやつですけど、今回はですね、この販売戦略の最前線ということで特集組まれています。で、まあ、中身見るとですね、まあ、マーケティングのことですね、まあ、販売戦略、まあ、こんなふうにしたがいいよっていう、ね、事例をたくさんこう交えながらですね、まあ、非常に面白い内容になっているので、まだご覧になっていない方はですね、まあ、ぜひ、まあ、ご覧になられたらいいなと思います。これはウェブ上でもですね、もう普通に閲覧することができます。ウェブ上で普通にこうページめくって全部、見れるようになっていますので、まあ近くに、まあ、この雑誌ないよっていうのがあればですね、まあ、アグリジャーナルで検索すると、まあ、中身簡単に見れると思います。まあ、ちなみに私はですね、まあ、12ページから14ページに載ってますので、まあ、よろしければチェックしていただければと思ってます。はい、ということで、まあ、この、中で実は何の話記事を書かせていただいたかというと、実はこのウェブマーケティング、農業ウェブマーケティング、いわゆるネット上で農産物を売る方法についてちょっと解説させていただいております。まあ、実は私農業ビジネススクールというのをやっておりまして、その農業ビジネススクールでね、人気の講座なのがこの農業ウェブマーケティング講座。インターネットで農産物売りたいよとか、まあ、EC サイトで売りたいよとか、まあ、もしくは直接自分のところの直売所で売りたいよとか、まあ、いろんな方いらっしゃいます。中にはね、観光農園やりたいですよとか、体験農場やりたいですよとか、まあ、そういった方々にも応用できる、この農業ウェブマーケティング講座、これがですね、まあ、おかげさまで非常に人気なんですけれども、まあ、その中の一部をですね、まあ、今回このアグリジャーナルさんにですね、まあ、掲載させていただいたということになります。ところがまあいろいろね、まあ、この記事見てくださった方はね、あ、山下さん面白かった、なるほどそういうことかっていうふうに見てくださった方もたくさんいらっしゃって、まあ、中にはですね、ちょっと難しすぎるよと、よく分かんないよと、まあ、そういう声もいただいたもんですから、まあ、そういったね、メンバーもしくは会員さん、もしくはまあこのね動画をご覧いただいている皆さんにちょっとだけ、解説をします。で、これもですね、ウェブマーケティング講座って実は、90分の講義を計8回ぐらいやって、やっと皆さん方に理解していただけるような内容なんですね。まあ、私がスクールで、教えているやつはですね。で、それを今回はですね、ギュッと、もうギュッと絞り込んで、それを、10分間、そしてできれば後半ですね、また別の動画で10分間、まあ、合計20分ぐらいで、まあ、解説しようかなと思ってるんで、まあ、ちょっと無理やり感あるんですけど、まあ、お付き合いいただければと思ってます。さあ、それでは早速いきましょう。売れるウェブマーケティング入門、今回前半戦です。これ簡単に言うと、まず皆さん方、この物が売れる仕組みっていうものをまず理解しないといけませんよというところから入ります。今回この物が売れる仕組みっていうことをちょっと簡単に説明したいと思います。この物が売れる仕組みはですね、大きく4つポイントあります。まず1番目が物が売れる仕組み、まず興味関心を持ってもらうというのがまず1番目です。興味関心、そして2番目は興味関心を持った後、じゃあ買おうかな、どうしようかなっていうふうに、興味関心からいざ購入するかどうかの検討するということに入ります。そして3番目がですね、じゃあちょっと試しに買ってみるかって、ちょっと試しに買ってみるか、これが3番目になります。そして4番目が、おお、よかったな、じゃあ改めて買おうよっていうことで改めて購入になる。これが大きなこの、まあ、一般的なものが売れる仕組みなんです。
さあこれ、皆さん方農産物を売る側ですけれども、いろいろ、お店とかインターネットで買う側でちょっと考えてみられたらどうでしょうか。さあいろいろね、まあよくね、もう本当、SNS じゃなかったネット上ではどんどん広告出てきますよね、これ買いませんか、これ買いませんか、ちょっと検索したらもうそのやつがもうどんどん送ってくるでしょ。この前、なんだっけな、作業用の手袋買ったんですよね、ゴムの手袋、まあ、もう本当に安かったんで、まあ、100枚入りみたいなの買ったわけですよ。そしたらもう次から次へと宣伝してくるんですよ、まあ、そんなに手袋いらねえよって思うんだけど、で一回検索するとこんなありますよ、こんなありますよって、もうどん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 このね、この辺の、まあ、皆さんから深くこっちでもいいかな、まあ、出てくるじゃないですか。だからもう、まあ、広告うざいよって思って、まあ、これで成り立ってるんで、まあ、それ仕方ないんですけれども、まあ、そのようにまずは興味関心を持ってもらうこと、そして興味関心を持ってもらって、持って、そしてまあちょっと、どうしようかなって言った時にちょっとなんか興味があるからってちょっとクリックしてみる。でクリックしたら、まあね、今なら通常2000円のところ1000円でいいですよとか、まあ、いろんなキャンペーンがあってるっていうことで、じゃあちょっと、試しに買ってみようかっていうことで、そこで購買活動、いわゆるここでアクションが起こるわけですね。はい、さあこの興味関心を持ってもらう、実はこれがですね、このウェブマーケティング入門の、まあ、入り口になるんですけれども、やっぱりこの興味関心を持ってもらう、これお店、自分でお店をやってるというふうにちょっと、シミュレーションしてみましょう、イメージしてみましょう。もし自分が、まあ、例えば県道沿いもしくは国道沿いに、まあ、店を作ったとします。で店を作ったとしたところで、目の前に車がブンブン通ってるわけですよね。で目の前に車がブンブン通ってるんだけど、なんか新しい店ができたなみたいな感じで、もう素通りなんです、素通り。だからなんとかここにお店を作ったんだよっていうのを、もう興味を持っていただく、関心を持っていただくってためには、やっぱ目立たないといけないですよね。目立たないと、例えば県道沿いにお店を作ったとするならば、大きな旗を持って、うちのお店ここですよとこう、ね、旗をバン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 こう振って、おいここにお店ありますよって、よくガソリンスタンドとか、ソフト、スマホ携帯電話のお店とか、もうやたらとこうね、チェッカーフラグ振りながら、ここにお店ありますよってこう、にぎにぎしくやってますよね。そうなんです。ですから、これはリアルの店舗の時にはここですよってやったり、チラシを例えば、新聞折り込み広告だったり、何かしらの雑誌に広告を載せたりして、何月何日にこういうことやりますよっていうふうに興味関心をまず持ってもらうってことが非常に大事になります。でこの興味関心を持ってもらうのに、もう今自分でリアルにお店を作ってこんなふうに旗を振らなくても、 SNS っていうのが今ありますので、この SNS 上で、いっぱいいろんな人とコミュニケーションしながら、いや実はねこういうことをやってるんですよっていうふうな、まあ、宣伝をすることっていうのは可能ですよね。まあ、ただいやいやもう今 SNS でなんか宣伝とかするとなんかそういうのって嫌われるよって、まあそうなんです。だから SNS で興味関心を持ってもらうっていうのは、実は商品とかサービスに、自分が売ろうとしている商品とかサービスに興味を持ってもらうんじゃなくて、あなた自身にまず興味を持ってもらうってことなんです。だからまあ普通に SNS だったら友達とかフォロワーとかね、フォローしてくれる人がいっぱいできるじゃないですか。でそうやって日常の、まあ、自分のキャラクターというか、自分のまあこんなことやってるよということで、やっぱりどん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 、フォロワーを増やしていく、これ結構、やっぱりウェブマーケティングをやっていく上ではもう不可欠なんですよね。私全然 SNS とかやらないんですとか、見るだけで発信とか全くやってないんですっていう方はですね、ちょっとこの、ウェブマーケティングをやりたい、インターネットで売りたいというのはちょっと難しいかもしれない、でも他にもちゃんと方法ありますよ、どういう方法かというと、先ほどの、道端で旗を振るのではなくて、チラシ、いわゆるウェブ広告っていうのを出せばいいですよね。これちょっとお金かかっちゃうんですけども、ウェブ広告を出せばその広告を見てこの興味関心を持ってくれるかもしれないということになります。でじゃあどういう広告を出せばいいのか、どんな SNS の打ち方をすればいいのかっていうことですけど、まあ、SNS はあくまでも商品とかサービスとかバンバン売り込んだところでこれ嫌われますので、これはもう NG です。あくまでも、山下と言います、山下博之と言います、実はこんなことやってるんですよ、で昨日ねこんなことがあってねみたいな日常のことをやり取りしながら、ああそうそう分かる分かると共感してもらうような、いわゆる価値観が一緒、ね、共感してくれる、同じ価値観を持っている人たちとつながるってことが結構大事なんです。
同じ価値観だから、例えばじゃあ僕が、こういう価値、まあ、こんな、まあ、農業の、なんだ、こういう活動してますよみたいな話をした時に、へえ、あ、農業とか興味関心あるんですよみたいな人たちが当然ちょっと近寄ってくるんですね。だから、私の SNS の友達とかで、もしくは今動画をご覧になっている方で、例えば大工さんとか、飛行機関係者とか、うん、そういう方あんまりここの私のネットワークにはいらっしゃらないと思うんですよね。やっぱり農業とか、まあ、地域だとか、もしくは企業だとかビジネスだとか、そういったことに興味関心のある方が結構いらっしゃって、陶芸家の人とか、なんかそういう人はね、多分ね、この僕の中ではあんまり SNS ではつながってないと思うんです。やっぱ同じように同じ価値観の人たちが集まってくる。まあ、結論言うと、あなたから物を買いたいっていう時にはあなたにやっぱり共感している人からなんですね。まあ、今はもうよっぽど商品が良ければ売れる時代ではありません。商品がいいから売れるっていうのも昭和ですね。でも商品がいいのも当たり前で、商品サービスがいいんではなくてあなたから買いたいっていうような時代になっているんで、まあ、まずはこの興味関心、まあ、あなたに興味関心を持ってもらう、これがまず大事になります。そして今度は検討したいなっていう人たちのために、まあ、自分のコミュニティを作るというのをこれおすすめしています。例えば、あ、もしこういうこと、実は、こういう農産物を作ってるんですけれども、もし興味関心がある方、もしよかったら、LINE 公式アカウントに登録してください。ちょっとそれ専門の、うん、お得な情報とか流しますよとか、もしくはこっちでメルマガやってるんで、メルマガの方に登録していただければ、もうちょっと興味関心、深い話とかできますんでっていうふうに、この興味関心がある人の中で一旦、うん、LINE 公式アカウントやメルマガに登録いただいた方に、そこからちょっと具体的に、いや実はねこういう作り方やってるんですよ、いやこういうことにすることによってそのうちの商品って甘くなるんですよとかいうふうな、やっとそこでちょっと近づいてきてくれた人にそういう話をしてあげる。じゃないと通りすがりの人に、ちょっとね、うちのメロン甘いよ、うちのトマト甘いよとか、そんな話だとか、いい別にそこまで深い話じゃなくていいからっていうことになるんで、まずは興味関心を持ってもらう。そして、まあ、LINE 公式アカウント登録、もしくはメールマガ登録などなど、うん、ちょっとね一歩もうちょっとなんか詳しく聞かせてっていうふうに深く、興味関心持ってきてる人たちにを、こう LINE 公式アカウントとかメールマガでこう集める、これがまあ2番目のステップになります。そして、うん、じゃあ実際そこの、メールマガだとか LINE 公式アカウントで集まってくれた人たちに、ここからですねポイントなのが、いいですか、このウェブマーケティングとセールス、よく勘違いされる人がいるんですけど、セールスっていうのは売り込むことですね。このマーケティングっていうのはですね、売っちゃダメなんです。売っちゃダメなんです。これまあちょっと難しくかもしれないですけど、マーケティングっていうのはあくまでも相手が買いたくなる仕組みっていうことなんです。でセールスはこっちからどうですかと売り込みのやつ、もう全く色が違います。ですから勘違いして、この LINE 公式アカウントやメルマガに来たお客さんに、これ買いませんかって言っちゃうと、何売りつけるのって言ってこう引かれます。だからこういうのやらないでください。もし やってほしいのは、普通に、あ、実はねうち11月からこういうみかんがたくさん出るんですよとかいう情報を提供してあげるんです。情報提供で、ちなみにこの、11月から出るみかんは1ケース3000円ですけどっていうふうに、ここで、まあ、宣伝というか告知ですね、告知、うん、告知をやる。でその告知が何かというと、これがまあホームページだったり、まあ、ランディングページで言われるお買い物をするサイトになるんですね。でもしそういうサイトを持ってなかったら、お求めになりたい方もしいらっしゃったら、11月からうちのみかん出るんで、お求めになりたいんだったら、今食べチョクに登録してるんで食べチョクの方から買ってくださいとか、今ポケマルに登録してるんでポケマルの方から買ってくださいとか、もし興味関心があって食べてみたいなと思う方いらっしゃったら、こちらの方にお問い合わせいただければ、私の農園からお送りしますからっていうふうに自分のサイトに申し込んでもらったりとかっていうのが、ものをウェブマーケティング、インターネット上でものをこう売る時の流れなんですね。で、最初から、3000円、5000円、1万円の商品を売るとなっても、ちょっと待って、まだね、本当にそのね、農産物おいしいか分かんないよねっていうことがあるんで、やっぱりここで3番目、あ、じゃあ、いきなりね、1ケースっていうのはちょっとあれかもしれないんで、ちょっとちょっと小分けにしているやつでお試しっていうのがありますんで、これだと1000円なんで、このお試しのをちょっと使いませんかって言って、ちょっと商品をちょっとちっちゃくして、でお試し、まあ言ってみればサンプルみたいなね、そういうものをねお届けしてあげると、お客さんの方も買いやすい、でお客さんの方も買いやすいんで、じゃちょっとサンプルだったら1000円ぐらいだったら買ってみるかって言って、ちょっと試しに買ってみる。そして試しに買ってみた人が初めて、あ、これ美味しいじゃんっていうふうになって、あ、これっていいねって思った時に、改めてこの
じゃあ、購入しますよって言って、買ってくれるいわゆるお客さん顧客になっていく。そして1回買ってくれたお客さんっていうのも1回もう、そこにちょっと面倒くさい登録だったり、決済方法だったりとかやってくれてるんで、まあ、次からも、まあ、どうせ買うんだったら山下のところのサイトから買おうよっていうことでどん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 リピートしてくれて、このリピートしてくれるがどん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 増えていくことによって実は経営が安定していくんですよね。まあ、一旦ねそういうふうなところで買ったお客さんってよっぽどなんか、ちょっと山下のところから買ったらさ腐ってるよとかさ傷んでるよとかね、ちょっと、お金振り込んだんだけど商品送ってこないよとか、まあ、そういうよっぽどのトラブルがない限りはもう今度はどっか違うところの買おうとかあんまりお客さんって浮気はしない。やっぱり同じところから買ってくださることが多いので、ぜひですね、まあ、皆さん方このウェブマーケティングっていうのは、まあ物が売れるっていうのはこういう流れで売れるんだということをまず理解していただいて、で他にももう一個最終的にポイントなのがですね、このインターネットで物を売りたいなって考えていらっしゃる方はですね、単発的にチラシをバッと巻いて注文が100ドーンと来てっていうようなことはやめた方がいいです。ここのポイントはですね、いっぺんに100とか200とか、まあ、売りたい気持ちは分かるんですけれども、いっぺんに100とか売ったと人がいわゆる一元さんで一回こっきりってなっちゃうと、また100人のお客さんにボンと売るためにチラシとか宣伝をしなきゃいけないんです。でそれより一回買ってくださったお客さんがまた次もまた次もってずっとリピートしてくれるお客様をどれだけそういうお客さんとお付き合いができるのかっていうのが実はポイントになるんですね。だからちょっと欲張って100人のお客さんに買ってもらうためになんか1000人分のなんかチラシとかバーンとこうやったりとかして、その時は売り上げ上げるかもしれないけど結構それの方が大変なんですよね。それよりも定期的に、安定的に、まあ、もっと言うのは月々買ってくれるようなお客さんとお付き合いできるようにまであるのが一番いいなというふうに思っています。はい、ということで今回はですね、アグリジャーナルに今回記事書かせていただいた中で、売れるウェブマーケティング入門ということで記事書かせていただいています。でその前半戦としてですね、物がどんな流れで売れているのかというのをまずご理解いただくというのがポイントになるので、そこを検討して解説してみました。1番目は興味関心を持ってもらう、そして2番目が検討する方に向けて、LINE 公式アカウントやメルマガに登録してもらう、そして、お試し購入ということでちょっと価格を下げたやつでもいいから、一回とにかく購入して体験してもらう、そして食べてもらうということがポイントになります。そして最終的な目的っていうのは、その方が、一度にねたくさんのものを買うんではなくて、ちょっとずつでもいいのでずっと定期的に買ってくださるお客様とつながることがこのウェブマーケティングの最終的な目的になりますよというようなお話でした。はい、ということでね、明日はですねこのウェブマーケティング入門の後半戦ということで、じゃあこれを実現するためにちょっと仕掛けがいります。でその仕掛けの作り方っていうのをですねちょっと解説したいと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。脳は耕されましたか。もっと脳を耕したい、そしてもっと農業で成功したいという方はこちら農ビジセミナーメール講座を毎週お届けしています。詳しくは農ビジで検索してください。それではまた。